おっす、セブンです。本日はですね、究極的に天国みたいな空間にいると人間はどうなるかということを皆様に解説したいと思います。こちらはですね、動物実験がございます。ユニバース25、1960年代後半ですね、にやられた実験でございます。この実験はですね、オスメス4組のネズミをですね、理想的な空間ですね、気候の変動がない、餌は無限大、宿敵もいない、で、巣穴の環境もバッチリ良い、まあ、大体こういうような、まあ、空間でですね、ネズミはどうなっていくのかっていうのを実験してみたんです。じゃあその経緯を見てみましょう。ドーン。まずですね、理想的な空間にネズミを放しました。それぞれの巣穴に住むと思うじゃないですか。なんとネズミはですね、固まって暮らすようになってしまったんですね。そんなに群れて暮らすべき動物なのかって言ったらそうでもないような気がするんですけど、まあとにかくネズミは3000匹以上暮らせる空間の中で一部のところに固まって暮らすようになりました。で、その中で、繁殖していきます。そうするとですね、階級社会ができるようになりました。どんな階級社会かと言いますと、まずオスの方ですね、アルファオスってやつですね、ボスのオス、これはですね、巣穴をですね独占していてですね、何匹かのメスを囲ってですね、子育てをしているんですね。こちらから戦闘を仕掛けるようなことはしませんが、まあ、縄張り行動といってですね、こう時々目回ってですね、ちょっかい出してくる外敵を倒すと、子供のネズミと母親メスをですね守る、そんな感じのアルファオスですね。次にですね、巣穴争いをするですね、ベータオスっていうのが現れました。これはですね、積極的に攻撃をします。巣穴は持っていないんですけれども、自分のテリトリーをとにかくきっちりと守っていく、そんなオスでございます。こちらも繁殖をしました。メスを何匹か囲うんですけれどもですね、巣穴を持っていないのでですね、その攻撃行動がいろいろ激しくなっちゃうんですね。だから結果、生存率は低いです。その他のオスがですね、またこれがひどいんですよね。愛の人っていうのが現れたんですね。子供、メスをですね、守る行動を一切しません。全くいたしません。他のネズミに子供が食い殺されても放置。これがですね、愛の人。なんで愛の人なのかって言ったら、メスとですね、ひたすらやりたがる。いろんなメス、もう、とっかえひっかえ、求愛行動をしまくる。自分の身だしなみをちゃんとする。いわゆるやりちんってやつ。その次にですね、Dオスっていうのができました。こちらはですね、強姦しまくるんですよ。子供のいるメスっていうのはですね、発情しませんから、子供のネズミを食い殺すこともやり始めたりとかします。そしてですね、まあ、最終的にこれが、一番多くなるんですけど、引きこもりオスっていうやつがおりました。で、この引きこもりオスっていうのはですね、メスに一切求愛行動をしない。その代わり他人に対して攻撃もしない。だから身なりはすごく綺麗です。少しでもキーとか脅されるとパッと逃げますね。これが引きこもりオスです。安全なところに引きこもって何もしない、こういう感じの階級社会ができるようになりました。で、今度はですね、メスの方にもですね、階級社会ができるようになってしまったんですね。アルファメス、これもう分かりますね。はい、アルファオス、もしくはまあベータオスの一部に囲われているメスです。こちらのメスはですね、子煩悩でですね、このオスがテリトリー行動をして巣穴を守りますので、悠々と子育てができるようになりました。なので自分の作った子供、生存率は 50% 以上とすごく高い数値を叩き出しております。それ以外のはぐれ者メスっていうのができたんですね。要は巣穴を持っていないメス。おっと、なんだかちょっとざわっと来た人がいるんじゃないですか、あなた。はい、巣穴を持ってないメスっていうのはですね、ヤリチン、ストーカー、この辺と交尾してしまったメスですね。こちらはですね、巣穴を持ってない、もしくは巣穴を保持してくれるオスがいませんのでですね、子供の死亡率がですね、非常に高くなりました。 90% 以上子供が死にました。はぐれ者メスはですね、どのような行動をし始めたかと言いますとですね、まあ他のオスがやってくれないのどうしようもないですよね。なんとですね、縄張り行動を始めたんですよね。つまりですね、メスのオス化が始まってしまったんですね。縄張り行動をずっとするものですから、お乳をやれないし、子供の汚れたりとかした時に舐めてやったりとかもできないわけでございますね。結果、乳児死亡率が上がりました。で、縄張り行動をやっているからですね、ネグレクト、つまり子供を放置する時間も増えました。他のネズミに子供が食い殺されたとしても放置です。なぜならばもう構ってらんないから諦めるんですね。そんなことでですね、このはぐれ者メスはですね、じゃあ何と戦ってるんだ、よく思い出してください。オスは
愛の人、ストーカー、引きこもりはですね、一切攻撃行動しないんですね。お分かりですね。ベータを押す、もしくはアルファを押すと喧嘩し始めたんですね。お前の巣穴をよこせ。アルファを押すが戦っていた相手とはですね、アルファになりたいオスとはぐれ者メスだったんですね。階級社会ができました。で、この実験を始めて300日間はネズミの頭数が増え続けました。約2000頭ですっていうのをピークにして、今度はですね、だんだん生息数が下がり始めました。なぜかというとですね、乳児死亡率が半端なく上がっちゃったんですね。アルファオスとかベータオスがほとんどいなくなりました。つまり戦い敗れて殺されてしまったんですね。で、巣穴を占拠したアルファメスはですね、巣穴保持はするんですけれども、縄張り行動をしないといけませんので、やっぱり乳児が死ぬんですね。そんなこんなでですね、乳児の死亡率が上がったまんま戻らない。で、そのはぐれ者メスがですね、産む子供はですね、もちろん他人のために戦わないネズミの子供ですからですね、他人のために戦わないわけでございます。男の子が女の子を守る行動をしなくなるとですね、途端にですね、こういうふうにですね、どんどんメスがオス化しないといけないようになり、メスがオス化した結果、うまく子供を育てられなくなるという現象が起こりました。で、結果ネズミの社会にですね、高齢化社会が訪れました。その結果、高齢者なので交尾をしたとしてもですね、子供ができないわけですね。で、実験から1700日後、なんとですね、この2000頭以上になったこのネズミの群れはですね、最後のオスが死んで全滅いたしました。ちょっと意外に思ったでしょう。なんで最後に残ったのはオスなの？他人のために戦わないオスはですね、無傷で生き残ったんです。はぐれ者のメスはですね、戦い続けて自分自身も傷ついて死んでしまったと。だからオスの方が生き残ったんですね。ということでですね、このネズミの群れは全滅してしまいました。はい、もうなんとなくわかりますよね。これ日本の社会にすごく似てるんですね。女の人に仕事をしろ、新しい生き方を受け入れろなんて言ってですね、まあフェミニストの方がですね、わーわー言った結果、何をもたらしたかっていうと、うまくいかない子育てを誘発してしまった。そんなことも言えるんじゃないでしょうかね。で、まあ人間社会ってそんな中、ネズミと違って複雑ではあるんですけど、複雑ってどういうことかっていうとですね、分業してるっていう話なんですね、人間は。まあ、子育ての部分を、まあ、我々保育士たちがですね、少しお手伝いさせていただいてるんですけれどもですね、やっぱりですね、こんなことを言ってはなんなんですけれども、この男らしくしなさいとか女らしくしなさいという言葉はですね、廃止すべきではないんじゃないでしょうかね。やっぱり幼稚園の頃からですね、男らしく生きなさい、他人を守る行動をしなさい、自分が傷ついても友達や女の子を守りなさい、そういう教育をするってすごい大事なことだと思いませんか？まあそうじゃないっていう意見も尊重いたします。ただそこに待ち受けていたのはユニバース25なんじゃないでしょうか。ちなみにですね、そんなネズミの実験ごときで生き物を語るなっておっしゃられるかもしれません。このユニバース25、どういう意味かお分かりになられますか？25回同じ実験をしたんです。そして25回ネズミは全滅したんですね。そうならないように子供を大切に、そして我々も男らしく、そして視聴者さんも女らしく、しっかりと子煩悩に生きていきましょうね。セムでした。